承久の乱。承久の乱は、鎌倉時代の承久3年、1221年に、後鳥羽上皇が、鎌倉幕府執権の北条義時に対して、討伐の兵を挙げて敗れた兵乱。武家政権という新興勢力を倒し、古代より続く朝廷の復権を目的とした争いで、ある。北条義時は朝廷を武力で倒した唯一の武将として後世に名を残すこととなった。この乱は、承久の変、承久合戦とも言う。日本史上初の朝廷と武家政権の間で起きた武力による争いであり、朝廷側の敗北で、後鳥羽上皇は、隠岐に配流され、以後、鎌倉幕府は、朝廷の権力を制限し、京都に朝廷を監視する六原短大を置き、皇位継承等にも影響力を持つようになるなど、幕府主導の政治体制を固めた。また、将軍の代理人である、執権職の北条氏が、実質的に鎌倉幕府を支配する、権政治が100年以上続くこととなった。平安時代末期の保元の乱や平治の乱により、貴族階級の衰退と武士階級の飛躍的な台頭の後、1185年に初めての武家政権となる鎌倉幕府が成立したが、東日本を勢力下に置いた鎌倉幕府と西日本の支配を保った朝廷による二党政治となり、朝廷では新興の武家政権への反感が募っていった。その鎌倉では、幕府の初代将軍の源頼朝が落馬で死亡、二代将軍の頼家と三代将軍の実朝が次々と暗殺され、天皇下の血を引く源氏将軍が鎌倉から滅亡し、この1219年以降、北条氏が執権職にもかかわらず、鎌倉幕府を実質的に手中に収めるに至り、朝廷は武家政権打倒と日本全土の統治回復を目指すこととなり、この2年後に承久の乱が起きた。自称、寿永の乱の過程で鎌倉を本拠に源頼朝を棟梁として、東国武士を中心に樹立された鎌倉幕府では、東国を中心として諸国に守護、地頭を設置し警察権を掌握していた。しかし西国への支配は十分ではなかったため、依然として、朝廷の力は強く、幕府と朝廷の二元政治の状態にあった。後鳥羽上皇は多芸多才で、新古今和歌集を自ら選するなど学芸に優れるだけでなく、武芸にも通じ狩猟を好む、異色の天皇であり、それまでの北面節に加えて、西面節を設置し、軍事力の強化を図っていた。後鳥羽上皇の財源は朝貢同領、八条女院領、などの諸国に置かれた膨大な荘園群にあった。ところが、これらの荘園の多くに幕府の地頭が置かれるようになると、しばしば年貢の未納などが起こり、荘園領主である後鳥羽上皇やその近臣と紛争を起こすようになった。承久元年、1219年1月、三代将軍源実朝が、老いの公卿に暗殺された。承久記など、旧来の説では、これは、関内、身分不相応なくらいに上ると不幸になるという考え、などの図蘇長伏の効果でり、後鳥羽上皇は、実朝の死を聞いて帰謁したとしている。これに対して、近年では、後鳥羽上皇は、武家政権との対立ではなく、当初は、公武融和による政治を図っており、そのために実朝の位を進め優遇していたとの見方が強い。実朝の急死により、鎌倉殿の政務は、頼朝正室の北条政子が代行し、執権である弟の義時がこれを補佐することとなった。また、新たな京都守護として、北条氏の外戚にあたる伊賀光輝と、幕府の宿老、大江広元の嫡男で、源道親の有志として、朝廷と深いつながりのあった、大江親広を派遣した。幕府は、新しい鎌倉殿として、後鳥羽上皇の婿である。雅な立親王、六条宮を迎えたいと後鳥羽上皇に申し出る。これに対し、後鳥羽上皇は、近臣、藤原忠綱を鎌倉に送り、愛称が亀菊の所領である、摂津国長公荘、倉橋荘の地頭職の撤廃と院に近い御家人、仁科盛遠、西面節への処分の撤回を条件として提示した。義時はこれを、幕府の根幹を揺るがすとして拒否する。義時は弟の時房に戦機を与えて上洛させ、武力による恫喝を背景に交渉を試みるが、朝廷の態度は強硬で部長に終わる。このため義時は、皇族将軍を諦め、摂関家から将軍を迎えることとし、同年6月に九条同家の子、三虎、後の九条頼経を鎌倉殿として迎え、執権が中心となって、政務を取る、執権体制となる。将軍継嗣問題は、後鳥羽上皇にも、義時にもしこりが残る結果となった。ここで、将軍継嗣問題について語る上で問題とされているのは、実朝が生前から、すでに自己の後継者として、皇族将軍の迎え入れを検討していたとする説である。上横手正隆が唱えたもので、建保4年、1216年の9月に、実朝が、大江広元に語ったとされる。源氏の政党この時に縮まり、子孫はこれを継ぐべからず。しかれば、あくまで官職を退し、家名を挙げんと欲す、吾妻鏡を叱るべき家柄、皇室から後継を求め、それ、皇族将軍の父にふさわしい官位を求めたとし、後鳥羽上皇もこれを承諾したために、実朝を昇進させたという説である。この説の弱点として、実朝暗殺後に、後鳥羽上皇が、皇族将軍を拒絶したことに説明がつかなくなることが挙げられる。これについて、河内長介は、現職将軍である実朝が暗殺されたことで、実朝が御子を有志などの形で、後継指名して、将軍の地位を譲り実朝は、その後見となる構想が破綻してしまったことと、新将軍に反対する勢力による、御子の暗殺が危惧される状況となったために、後鳥羽上皇が、巫女の安全を図る、さらなる保障。河内はこれを幕府機構及び、北条氏下主要御家人の鎌倉から京都への転と、見るを求めて、幕府側が拒絶したとしている。逆にこの時に、皇族将軍のみならず、摂家将軍の擁立も、後鳥羽上皇が拒絶すれば、追い込まれるのは、主の目処を失ってしまう、幕府側である。河内は、後鳥羽上皇が、必ずしも倒幕を目指していたわけではなかったため三虎の鎌倉下校を容認したのであり、承久の乱における最終目的も鎌倉における現行の幕府体制の打倒であって、後鳥羽上皇影響下の京都において幕府が存続することまでは反対していなかったと説く。また、これらとは別に白根や戌代は後鳥羽上皇は自典としての政治力を背景として、価格上昇を望む、窮苦下僧を自己の支配下に置き、さらに、後鳥羽院政の下で、摂関家に準じた価格上昇を手に入れていた、公家社会的な見方からすれば、軍事を過食とする、新興公家である、鎌倉将軍家=源氏将軍への響き力強化を図ったとする。だが、後鳥羽上皇が将軍後継問題において、北条氏、公家社会の認識では、鎌倉将軍家の決死筆頭で諸大部、名家級の中級公家に過ぎないとみなされる者によって介入を果たせなかったことにより、北条氏の排除を考えるようになったとする。同年7月、代理守護の源頼重、源頼政の孫が西面伏に攻め殺される事件が起きた。理由は、頼重が将軍に就こうと図ったためとされているが、幕府の問題のために、後鳥羽上皇が朝廷の兵力を動かのは不自然であり、頼重が後鳥羽上皇による鎌倉調伏の家事議等を行っていた動きを知ったためと考えられている。そのためか、事件の直後に後鳥羽上皇が祈願に使っていた最小4天皇印が取りされている。また、頼重が代理の仁寿殿にこもって西面伏を迎え撃ったために、仁寿殿だけでなく、祇葉殿、甲賀殿など多くの代理の施設が消失している。朝廷と幕府の緊張は次第に高まり、後鳥羽上皇は義時を討つ意思を固めたが、土帝上皇はこれに反対し、摂政この請見やその父喜通をはじめ多くの公卿たちも反対、または消極的であった。順徳天皇は倒幕に積極的で承久3年。1221年に、金成親王、中京天皇に上位し、自由な立場になって協力する。また、この請見が退けられて、新帝外戚の九条同化が摂政となった。さらに、寺社に密かに命じて、義時朝伏の家事儀藤が行われた。倒幕の流説が流れ、朝廷と幕府の対決は不可避の情勢となった。承久3年、1221年5月14日、後鳥羽上皇は、やぶさめ揃えを口実に、諸国の兵を集め、北面、西面武士や、金国の武士、大番役の在京の武士1704騎が集まった。その中には有力御家人の尾張守護、小野盛綱、近江守護、佐々木広綱、検非使奉願、三浦胤義も含まれていた。幕府の出先機関である京都守護の大江親広、大江広元の子は、京方に加わり、同じく、京都守護の伊賀光輝は、将兵を拒んだ。同時に、新幕派の大納言、西園寺公卿は幽閉された。翌15日に、京方の藤原秀康、近畿6カ国守護、大内惟信率いる800騎が、伊賀光輝邸を襲撃。光輝は、わずかな兵で奮戦して討ち死にしたが、下人を落ち延びさせ、返事を鎌倉に知らせた。後鳥羽上皇は、三浦氏、小山氏、武田氏などの有力御家人に対して、義時追討の院宣を発する。また、同日に、朝廷からも、諸国の御家人、守護、地頭ら不特定の人々を対象に、義時追討の勧宣旨が出される。同時に備えとして、金国の関所を固めさせた。京方の士気は大いに上がり、朝敵となった以上は、義時に参じる者は1000人もいないだろうと、楽観的だった。これに対して、東国武士の庄家定は、義時方の武士は万を下るまい。自分も関東にあったなら、義時に味方していたと楽観論を戒め、後鳥羽上皇の不興を買った。京方は、院宣の効果を絶対視しており、諸国の武士はこぞって味方すると確信していた。前述の通り、後鳥羽上皇は、三浦義村をはじめ幕府の有力御家人には格別の院宣を添えて、使者を鎌倉に送った。特に、三浦義村については、弟の種木が、実朝の後継の日本総追武士に任じられるなら、必ずお味方しましょうと約束しており、大いに期待されていた。鎌倉へは、西園寺興行の夏至三千長公と、伊賀光輝からの上皇挙兵の急報が19日に届けられた。京方の使者はその少し後に到着し、警戒していた。幕府方に捕らえられた。種木からの密書を受けた三浦義村は使者を追い返し、直ちに密書を幕府に届けた。21日には、殷勤心でありながら、挙兵に反対していた一条頼氏が鎌倉に逃れてきた。上皇挙兵の方に、鎌倉の武士は大いに動揺したが、北条政子が御家人たちに対して、鎌倉創設以来の頼朝の恩顧を訴え、讒言に基づいた。理不尽な義時追討の臨時を出して、この鎌倉を滅ぼそうとして以上候補を、いち早く討伐して、実朝の偉業を引き継いでゆくよう命じたことで、動揺は静まった。承久期には、政子が、館の庭先にまで溢れるばかりの御家人たちを前に、涙ながらの大演説を行ったことで彼らの心が動かされ、義時を中心に、鎌倉武士を結集させることに成功したという記述が、ある。一方、吾妻鏡では、御家人の前に進み出た、政子の傍らで、足立景盛が政子の声明文を代読した、記されている。もっとも、鎌倉の武士はもっと打算的であった。承久期時効寺本には、政子の演説に、心を動かされた、開国の武田信光が出陣後に、隣国の小笠原長清に対して、鎌倉が勝てば、鎌倉につき、京方が勝てば、京方につくのが武士の習わしであると公言し、北条と木房から恩賞の約束をする書状が届けられると、積極的に進軍を始める姿が描かれている。鎌倉の武士はどちらに味方をすれば勝てるかという状況分析や一族内の利害関係、勝利すれば敵方についた一族の所領を奪うことができるなども検討した上で、その多くが損得感情に基づいて、鎌倉への支持を決めたのであった。義時、泰時、時房、大江広元、三浦義村、足立景盛らによる軍議が開かれ、箱根、足柄で徹底抗戦をする慎重論に対し、広元はKへの積極的な出撃を主張した。政子の採決で出撃策が決定され、素早く兵を集め、5月22日には軍勢を東海道、東山道、北陸道の3方から K へ向けて派遣した。急な派兵であったため、東海道軍は当初18機で鎌倉を発行した。泰時は途中で鎌倉へ引き返し、天皇が自ら兵を率いた場合の対処を義時に尋ねた。義時は天皇には弓は引けぬ、直ちに鎧を脱いで弓の弦を切って降伏せよ。とから兵だけを送ってくるのであれば力の限り戦えと命じたという増鏡。幕府軍はみちみちで徐々に兵力を増し、東鏡によれば最終的には19万騎に膨れ上がった。義時は捕らえていた上皇の使者に宣戦布告の書状を持たせてKを追い返す。鎌倉の武士たちが院宣に従い、義時は討滅されるであろうと信じきり、幕府軍の出撃を予測していなかった後鳥羽上皇、京方首脳は狼狽した。とりあえず、藤原秀康を総大将として、幕府軍を迎え撃つこととして、17,500 余騎を美濃国へ差し向ける。京方は、美濃と尾張の国境の尾張側に布陣するが、少ない兵力を分散させる愚を犯していた。6月5日、甲斐、源氏の武田信光、小笠原長清率いる東山道軍5万騎は、大糸渡りに布陣する、大内惟信率いる、京方2000騎を撃破した。藤原秀康と三浦為義は支えきれないと判断し、宇治、瀬田でKを守るとして、早々に退却を決める。6日に、泰時、時房の率いる主力の東海道軍10万騎が、尾張川を渡過し、須俣の陣に攻めかかった時には、もぬけのから山田重忠のみが、杭瀬川で奮戦するが、京方は総崩れになり、大敗を喫した。北条朝時率いる北陸道軍4万騎も、砺波山で京方を撃破して、加賀国に乱入してKを目指した。当初見込んでいた鎌倉方の離反がなく、予想外の防御戦を強いられた京方は、西国の武士に対する貢献力による動員の発動に追い込まれた。実際の兵力の動員状況からは、京都周辺地域からの兵力の確保に成功していた。ものの、鎌倉方の進撃が予想以上に早く、鎌倉方の出陣からKまでの進軍に22日間、西国の武士の中には、上皇の命を受けて京方に参戦するため、上洛する前に勝敗が決してしまった事例もあったと見られている。美濃、尾張での敗北に、京方は動揺して洛中は大混乱となった。後鳥羽上皇は自ら武装して、比叡山に登り、僧兵の協力を求めるが、上皇の寺社抑制策が災いして、比叡山はこれを拒絶した。やむなく、京方は残る全兵力をもって、宇治、瀬田に布陣し、宇治側で幕府軍を防ぐことに決め、公家も大将軍として参陣した。6月13日、京方と幕府軍は衝突した。京方は宇治川の橋を落とし、雨のように矢を追いかけ必死に防戦する。幕府軍は豪雨による増水のため川を渡れず、攻めあぐねたが、翌14日に佐々木信綱を先頭として、強引に敵前突破し、多数の敵死者を出しながらも、敵陣の突破に成功した。京方は回走し、14日夜には、幕府軍はKへなだれ込んだ。幕府軍は、寺社や京方の公家、武士の屋敷に火を放ち、略奪暴行を働いた。上級記によると、敗走した京方の藤原秀康、三浦為義、山田重忠は、最後の一戦を千と御所に駆けつけるが、上皇は門を固く閉じて、彼らを追い返してしまう。山田重忠は、大疫病の君に語られたはと門を叩き憤慨した。後鳥羽上皇は、幕府軍に使者を送り、この度の乱は、暴臣の企てであったとして、義時追討の院宣を取り消し、藤原秀康、三浦為義らの逮捕を命じる院宣を下す。上皇に見捨てられた、藤原秀康、三浦為義、山田重忠ら京方の武士は同時に立てこもって抵抗した。三浦義村の軍勢がこれを攻め、藤原秀康、山田重忠は敗走し、三浦胤義は奮戦して自害した。その後、山田重忠も落ち延びた先の佐賀藩若侍参で自害、藤原秀康は、河内国において、幕府軍の捕虜となった。7月、首謀者である、後鳥羽上皇は、隠岐島、順徳上皇は、佐渡島にそれぞれ配流された。討幕計画に反対していた土帝上皇は、自ら望んで、土佐国へ配流された、後に、阿波国へ移される。後鳥羽上皇の巫女の雅な立地花王、六条宮、来仁親王、冷泉宮もそれぞれ但馬国、備前国へ配流された。中京天皇、九条拝帝、中京の蔵王栗名は、明治以降は廃され、行女方針郎の子が即位した、後堀川天皇。親幕派で、後鳥羽上皇に拘束されていた、西園寺光行が内大臣に任じられ、幕府の意向を受けて、朝廷を主導することになる。後鳥羽上皇の膨大な荘園は没収され、行女方針郎、後高倉院の称号が贈られるに与えられた。ただし、その支配権は幕府が握っていた。討幕計画に参加した上皇方の合戦張本公卿と名指しされた一条親王、羽出光雄や源有雅、羽室宗行、高倉半茂ら公卿は鎌倉に送られる途上で処刑され、坊門忠信らその他の隠謹臣も各地に流罪になったり、謹慎処分となった。また藤原秀康、藤原秀純、後藤元清、佐々木常高、河野通信ら5家人を含む京方の武士が多数、粛清、追放された。しかし大江親弘は父、広元の嘆願もあり赦免されている。乱後、幕府軍の総大将の泰時、時房らは京の六原に滞在し、朝廷の監視や西国武士の統率を行う。朝廷は京都守護に代わり新たに設置された六原短大の監視を受けるようになり、皇位継承も含む朝廷に対する鎌倉幕府の統制が強化された。京方の公家、武士の所領約3000箇所が没収され、幕府方の5家人に分け与えられ、進歩地頭が大量に部任された。承久の乱の後、朝廷は幕府に完全に従属した。幕府は朝廷を監視し、皇位継承も管理するようになり、朝廷は幕府をはばかって細大漏らさず、幕府に伺いを立てるようになった。院政の財政的基盤であった八条院領などの所領も一旦幕府に没収され、自典の管理下に戻された後もその最終的な所有権は幕府に帰属した。承久の乱には鎌倉と京都の二元政治を終わらせて、武家政権を確立する意義があったとする学者もいる。鎌倉幕府の5家人で、源氏一門、御門様の重鎮であった、大内惟信は、敵方である、後鳥羽上皇に味方し廃止し、源頼朝が、最も信頼を置いていた平賀氏、大内氏は没落することになる。山本七平の、日本史上最大の事件という意見もある。処刑された隠謹臣の多くは、後鳥羽上皇の指示を受けて、価格の上昇を目指した家々であったが、これによって挫折を余儀なくされ、衰退もしくは没落することとなり、隠謹臣層の構成にも変化が見られるようになった。これは、父親が初めて大臣となり、自身の昇進も類似した経歴をたどっていた、坊門忠信、挙兵派と、西園寺公経、反対派及びその子孫の佐野が、この乱を機に大きく分かれていることが物語っている。また、西国で、京方の公家、武家の多くの没収地を得、これを先行があった5家人に大量に給付したため、執権北条氏と5家人との信頼関係が強固になり、鎌倉幕府の回復期に続いて、多くの5家人が西国に移り住むこととなり、幕府の支配が畿内にも強く及ぶようになる。承久の乱の翌年に生まれた日蓮は、この事件を先代未聞の下剋上として捉えた。この時の朝廷にはすでに国家を統治する力がなかったとし、王法すでに尽きぬと解釈した。日蓮は自身の持つ東国人の京都への反発も含め、鎌倉幕府=北条独宗家こそが真の日本の国主、国王であると考えており、数々の弾圧にもかかわらず国家功暁の大将を鎌倉幕府にの行い、京都や朝廷に対する自己の教えの布教には消極的あるいは否定的であったとする見方がある。安田元久によると、本事件についての故障は、鎌倉幕府側の文献である、吾妻鏡では、承久平乱、承久逆乱、承久三年合戦、承久三年大乱といった表記を用いた。南北朝時代には、北朝方の武士の手によると推定される、これ紀閑記では、承久の乱、承久のこと、南朝方の北畠親房、神農正統記でも、承久の乱と表記された。こうして、大正中期まで、承久の乱の表記が主流となり、ついで、承久の訳が使われることもあった。江戸時代になると、尊王論に基づく、大日本史が、承久の乱と表記し、後鳥羽上皇を、逆進、北条義時の被害者として書く主張が生まれた。大日本史編纂に携わった、朝香淡白は、大日本史三夜部で、乱、乱とともに、初めて、承久の変表記を用いた。さらに、大正時代になると、広告史観から、承久の変の表記を積極的に使うようになり、国定教科書でも、大正9年、1920年版、尋常小学国史から、変表記になった。これは、上皇が起こしたのだから、反乱ではないという思想からである。その後も、学会では、乱、訳、合戦表記も使われたが、昭和10年代後半、太平洋戦争期になると、専門書でも、承久の変表記に、ほぼ統一されるに至った。しかし、変は、主に不意の政治的、社会的事件に、乱は、主に武力を伴う事件に使われていることから、安田は、戦乱の発生した本事件を、乱と呼称すべきことは、疑問の余地もないとしていい。第二次世界大戦後は、乱表記が主流になっている。しかし、田中卓の教養日本史をはじめ、秋成社の高等学校用教科書、最新日本史、新しい歴史教科書を作る会の、中学校用教科書、新意歴史教科書などでは、変を用いている。今日において、承久の乱は、後鳥羽上皇が鎌倉幕府を打倒するために挙兵したとする見方が、通説とされているが、実はこの見方にはいくつもの問題がある。後鳥羽上皇が義時を討伐するために出された院宣、及び続いて朝廷から出された、観戦時において示された、討伐の対象が、いずれも、義時個人であること、その討伐理由として、次期将軍である九条三虎後の頼経を、軽んじていることを挙げて院宣には討伐の前に、鎌倉幕府内部で義時の幕政、奉行の停止、政治的引退を説得させようとしていること、討伐目的であれば三虎、または、その後見人でる北条政子の追討を命じる、文言が含まれるはずである。そしてそれらの文書が送付された対象の中に、鎌倉幕府の期間の末端である、守護、地頭が含まれていること、そして京都守護である、大江親広や在京御家人らが、この命令を報じて、鎌倉の義時討伐に向かっていることなど、討伐を目的とするのであれば矛盾する内容になっている。そのため、近年の研究者の間では、承久の乱は、討伐目的ではなく、北条義時を幕府から排除する目的であったとするのが有力説であるが、通説を塗り替えるには至っていないというのが現状である。長村佐吉の研究によれば、承久の乱が、討伐目的と認識されるようになった背景には、義時を実質上の主犯とする鎌倉幕府があたかも上皇が討伐を目的として兵を挙げたとして、京都対坂東の戦であると称して御家人を召集したことがあり、その影響を受けた鎌倉幕府編纂の吾妻鏡や承久記の一部本がこの見方に基づいて承久の乱を描いた。さらに、太平記や梅松論などもこれを受け継ぐ形で、承久の乱に触れるという形で広まりを見せた。これに対して、百練抄、高台歴など京都で編纂された歴史書の中には、院宣や観戦時の内容を受けて義時討伐の戦いとして、承久の乱を描いた書が存在していたが、室町時代に入ると、京都でも朝廷の事務法を担う劇のトップであった清原成忠及び養子の信方がおまけ式目の注釈において吾妻鏡の解釈に基づいて上皇の挙兵を関東武家の大事が目的であったとする解釈を行った。吾妻鏡及び清原氏による御成敗式目の注釈は戦国時代に知識人の間で広く読まれており、承久の乱を討幕目的とする見方の一般化に大きな影響を与えた。こうして14世紀から16世紀にかけて承久の乱が実在の文書から裏付けられる事件の実態から乖離した討幕事件として変容、再構成されたと考えられ、それがその後においても大きな影響を与えていると見られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。